僕たちこうしてね
ウィンターライブというか箱ライブに出るのは初めて、はい、初めてですけども、ねうん皆さん盛り上がってくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕はちょっと飲み物を手に行きます。いやでも無事に出れてよかったね本当に。あそうそうそう、一時ね危ないかと思ったよね。どうしようかと思った。そう実は知らないと思うんですけど、あの出演の危機がねあったね。アイゼンが訪れてて、うん、あの左から2番目の彼女なんですけど、あの冬合宿、トーンの冬合宿に、まあ、参加したんですけど、なんか帰ってきてからしばらくずっと何肋骨が痛いみたいな。帰ってきて3日後ぐらいに3日後ぐらいに全身筋肉痛で気づかなかったから一応病院行きなみたいなね行って分かったみたいな言って大丈夫だったって聞いたら折れてたみたいな。そう折れてます。今折れてる感じで折れた状態で歌ってます。なんかもう固定できないんだってね。もうあばら骨だからもうどうしようもないですよ。すごいよね。あれ自然にそういう状態で、まあね、骨は折れても心はまっすぐに、歌いたいと思いますけども。今ずっと考えてた俺今。あそう絶対うまいこと言ってやろうと思って。まあ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 上手。本当にやった。まあまあ難点難点自分的に難点だ。これだけで60点ぐらいかな。再生ともっと前これでもこれもっと前ぜひ前に詰めて聴いてください。はい、じゃあ次の曲を歌いますか。歌いますか。次の曲はもう多分皆さんいっぱい聴いてると思う。いやいっぱい去年とか特にいっぱい聴いた曲だと思うんですけども、そうだね、これもまた非常にね、うん、いい歌詞です。本当に素晴らしい歌なのでぜひ皆さんもその歌詞に注目しつつ、はい、まあ、ちょっとね乗れる曲なので皆さんもこうなんかリズムに乗りながら聴いていただければ嬉しいです。はい、では、最後の曲です。聴いてください。星野源さんで3。わI'm not afraid of the dark.